お疲れ様です、小林です。 M1 プロ、 MacBook Pro 買いました。あると便利なもの、そして買った理由も解説していきたいと思います。厳密に言うとですね、まだ届いてなくて、もうそろそろね、今日中に、まあ、届くかなと思うんで、開封動画の方もですね、やっていければなと思います。Apple Store で通常にカスタムなしで買えるモデルとして2つあると思うんですけれど、そこのですね、 SSD が 1TB になっている、あのちょっと高い方のモデルを買いました。画面越しで申し訳ないんですけれど、この MacBook の Pro の、はい、14インチモデルですね。14インチモデル、これ2つあると思うんですけれど、これがまあいわゆる吊るしモデルっていうやつで、それのちょっと上位版というか、これも吊るしではあるんですけれど、10コア CPU と16コア GPU で、メモリが16の、SSD が 1TB のモデルになります。はい、これは Apple Store で299,800円ということで、個人事業主は1年で一括で経費にできるギリギリのラインになってるんで、まあ、これがやっぱり一番よく売れてるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけれど、実際のところはですね、これ価格コムで安いのがあったのでそれを買いました。26万ぐらいなので、まあ、3万円以上安く購入できたのかなと思っております。で、16インチモデルと迷ったんですけれど、まあ、やっぱりですね、まあ、最終的には僕の用途としては、まあ、外でも使う可能性があるというところで、まあ、持ち運びを考えて14インチモデルにしました。はい、14インチと16インチで確か 500g ぐらい重量の差があったと思うんですけれど、 500g って結構大きくて、まあ、ぶっちゃけ言うとそのカメラ用のレンズ1本分ぐらいに、ね、なったりするんで、まあ、それも考えて、まあ、その移動の時の体力消耗を考えても、まあ、14インチかなというところで、はい、そしてスライド上では明日届きますってなってるんですけど、まあ今日届きます。はい、そして事前に買ったものというところでですね、まず保護系のやつ、そして短い C2C ケーブル、そしてラ族3台で、ベースアス 100W のパワーデリバリー対応の充電器、あとモニターアームとか他にも少しというところで、はい、まず上からいきたいと思います。はい、保護系のやつっていうのがこの液晶保護フィルムですね。見えますか？はい、Amazon でですね、2000円しない、はい、安いやつです。よくその適当に扱って、傷がついて保護フィルムにね、また適当なタイミングで貼り替えたりするんで、あんまりいいやつをやらないです。はい、いいやつを買っても傷がつくときはつくと思うので、で、このハードケース、はい、保護ケース、これもね、必要派と不要派の方がいるとは思うんですけれど、M1 のエアーを使っていて、この下に置いてるんですけど、エアーを使っていて、結構ハードケースなかったらやばかったな、みたいなとことか、ハードケース自体に何か所か日々入ったりしてるんですよ。で、まあ、持ち運びのものとかとしてはやっぱ必要だなっていうところと、クラムシェル運用で立てるんじゃなくて、僕デスクの上に置こうと思ってるんですね。その平置きの方が安定するから。で、平置きにした時に保護ケースをしてあると、この保護天板の上とかにちょっとぐらい物を置いたり、特にスマホとか置いたりしても傷つかないとか気にしなくていいじゃないですか。だからそういう意味でですね、まあ、保護ケースは、買っておいた方がいいのかなと思って買ってます。まあ、これは人によると思うんですけれど、まあ、M1 のエアの方の保護ケースは、まあ、そろそろちょっともういいかなと思うんですけど、まあ、14インチの新しい MacBook Pro なんで、一応最初に買いましたということで。そして短い CC ケーブルということでですね、これ Amazon でなんかエゾっていうブランド、はい、EZO、多分北海道のエゾのことだと思うんですけれど、多分中国メーカーのものです。はい、この USB-C2C ケーブル、短いやつを買いました。これはですね、なかなかのいいもので、こうやって SSD につないで、こうちょっと、まあ、折り曲げ弾力性が結構あって、折り曲げるのもちょっと使いにくいんですけど、
短いんでかさばらずにですね接続することができるので、まあ、狭いテーブルで作業するときとか、まあ、もう僕家でね作業するときにこの短いケーブルを愛用してます。で、あの 100W の給電にも対応しているので、まああの AC アダプターからまあ、急速充電したいものがあるときにもあまり広がらずに使えるということで、まあ、非常におすすめできるケーブルで900円ぐらいで購入できるのかな。セールの時ならもっと安いと思います。はい、そしてラゾク3台ってなってるんですけど、何のことか分かる方は分かると思うし、分からん方は分からんと思うんですけど、ラゾクっていうのはハードディスクをこういう風にさせるスタンドになります。はい、で裸のままガシャンと刺すんでラ族っていうもので、これ3つ買いました。まあ3つというかもともと1つか2、もともと2つ持ってたんで追加で1つ買ったということになるんですけれど、ラ族を使ってこの横に書いてある通り Win デスクの置き換えなのでっていうことで、 Windows のデスクトップはハードディスクシャドウベイで10発ぐらい刺せたんですね。10発刺せて横に 2.5 インチをさらに4発刺せるみたいなものを使っていたんで、本体内部にそのたくさんの記録メディアを入れることができたんですけど、基本的に M1 Pro とかって、まあ、ノートパソコンなんでそういったことできないじゃないですか。まあ、なのでハブを介してまあ、ラ族を3つあれば、まあ、6発までのハードディスクとか、まあ、SATA の SSD なんかをね接続しておくことができるので、クラムシェル運用するときも、まあ、クラムシェル運用してる限りはですね、そのデスクトップと同じような環境で使うことができるということもあるので、ラ族を追加で買いました。そのラ族に SATA の SSD とかをさせば、まあ、意外とですね動画編集にも使えたりします。これはですねちょっと自分も今まで盲点だったんですけれど、まあ、USB 3.0 の規格でもですねサンダーボルト3とか4とかああいうやつじゃなくても、その、まあ、基本的には 4K ぐらいの動画でも全然編集できちゃうんで、まあ、それでやってますね現状。ベースアスの 100W の PD の充電器ですね、これですね。はい、サイズ感、僕のってサイズ感横幅もiPhone XS よりちっちゃいしみたいな、はい、このくらいのサイズ感のもので、厚みこのくらいで折りたたみコンセントの、はい、電源アダプターになります。でこれ 100W 対応の充電ケーブルまでついてきて、3000円か4000円ぐらいだったと思います。で一口タイプになります。はい、ベースアス、このメーカーはですね中国のメーカーなんですけれど、結構これから流行るんじゃないかなと勝手に思ってます。はい、でこれクイックチャージ5っていう、まだ多分ほとんどのスマホには搭載されてないであろう規格を、採用されていて、まあ、非常に性能がいいとのことで、はい、100W までいける充電器でこのサイズです。はい、Apple 純正と一回比べてみますね後で。でモニターアームこの裏にあるやつで、 Amazon で3000円ぐらいのやつで、ちょっとこれはまあクラムシェル運用するためにモニターの台座が邪魔だったので買ったというだけで、まあ副次的な効果として YouTube 収録がこういう風な方式でできるようになったっていうのがあります。どうでもいいですね。で他にも少しっていうのは、まあこの USB ハブとか出先で使うときに LAN とかね、ライブ配信とか使うんで、まあ、LAN ポートのついたハブとか、まあ、これは MacBook Pro だけじゃなくて Air にも使うと思います。まあ、こういったね他にも細々したものは買ったんですけれど、大まかに言うとこのくらいを買ったということになります。はい、そしてなぜ Windows をやめたのかっていうところでですね、これはちょっと派閥争いが起きる可能性もあることなので、まあ、少しデリケートな問題ではあるんですけれど、 Windows が悪いわけではないんですね。まあまあこれは言ってしまえば M1 がすごすぎたっていうところでちょっと感動してしまったっていうのが大きいんですけれど、私X1 カーボンというレノボのですね高性能ノート PC を、まあ、サブとして持っていたんですけれど、まあ、パソコンも1台は Mac にしてみようかなというふうに思って、まあ最悪その動画編集とかできなくてもデスクトップがあるから、まあ、最悪いいかということで M1 の MacBook Air を買いました。でこれはまた別で、まあ、レビューすべきだと思うんですけれど、
M1 のエアーだけでもですね、結構仕事ができるということに気づいてしまって、で最初買った時はロゼッタ2でしたっけ、ああいったプラグイン返してアドビのソフトが動いていたんですけれど、だんだんとですね使っていくにつれて、ダヴィンチリゾルブがネイティブ対応して、その1ヶ月遅れぐらいでプレミアプロも確かネイティブ対応したんですよね。でその状態からですね、ブラックマジックの 4K の 60p の素材でも MacBook Air で編集できるようになっていて、プロ機種とか作らずにできるってすごいことじゃないですか。まあそれはあのブラックマジックのファイルが優秀っていうところもあるにはあるんですけれど、あまりにもですね衝撃的でですね、あの M1 すごすぎということで、Apple 信者にちょっと近づいてしまったというのがあります。はい、次がですね、結局 Adobe が使えれば OK というところで、まあ、Excel とか Word とかは Google 系のサービスで代用しちゃうし、 Windows でしか使えないソフトって、まあ、あまりないっていうのもあるし、まあ、結局 Adobe が使えれば OK ということで、 M1 Mac を買ってすぐの時もそのパソコン自体のその Apple 的な操作方法とかショートカットは全然覚えてなかったんですけど、アドビのソフト自体は使い方が一緒なので全然使いこなせるみたいな。ファインダーとかでファイルをあれこれするのは苦手だけど、動画編集とか自体はできちゃうみたいな感じで、まあ、すぐに馴染めたっていうのもあって、まあ、アドビのおかげでなんか M1 にスムーズに移行できたっていうとちょっと順番がおかしいんですけれど、まあ、結局アドビが使えれば OK だから Mac でもいいよねっていうのが僕にとってはあります。はい、で仕事の都合上Windows があるとエディウスを使えと言われるっていう問題があってですね、はい、これはちょっとかなり複雑な問題にはなるんですけど、僕はですね、まあ、映像制作ですとか、写真撮影の仕事をしていて、映像制作の時にですね、まあ、個人的には、まあ、プレミアをずっと使っているので Windows があるとですねエディウスというソフト、これもね同じぐらい、プレミアと同じぐらいか、まあちょっとプレミアの方がきっとシェアはあると思うんですけれど、派閥としてはエディウスの結構な割合があって、エディウスであのプロジェクトのデータエディウスでやり取りしましょうよみたいなことを言われたりするんですね。7、8万ぐらいするんですけど、エディウスを僕は使いたくないんですね。サブスクビジネスだったら、まあ、その使う時だけ課金してっていうこともできたり、まあ、場合によってはですねちょっとその請求したりすることもできるんですけど、買い切りのソフトの金額って単発の仕事で請求できることってほぼないと思うんですね。でその Windows があるとエディウスいけるじゃんみたいな感じでエディウスでやりましょうよみたいな圧があることが今まで結構あって、で、まあ、そもそも Mac だったらエディウス対応しないんで、Mac はうち Mac ですって言ったら、あ、そうなんですね、じゃあプレミアで行きましょうみたいな話になったりするんで、まあ、エディウスを使わなくていいっていうか、これすごいしょうもない理由なんですけど、はい、あのまあ仕事の都合上、まあ、Mac と Adobe で統一したいっていうのもあるし、その Mac であることのメリットっていうのも、まあ、あの皆さんご存知だと思いますけど、そのモニターの感覚とかって一緒なんで、っていうこともですね、今ならあのやっと分かるあの仲間になれたなっていう感じが。とはいえですね、Windows の BTO のデスクトップのコスパとか多分最高だと思うんですよね。ですけれど、あの Windows のノートをですね、ちょっと買いたくなかったっていうのがあって、高性能なそのコスパの高い Windows のノートってダサいじゃないですか。見た目がダサいとか重いとかいうのがあるっていうのと、きっと ARM 化する。これあの言葉が合ってるかちょっとわかんないんですけど、M1 チップみたいな、いわゆるあのオンボードっていうんですかね、グラフィックとかメモリがそのワイヤーでつながれるんじゃなくて一つの基板上にまとまってる、そのスマホで培われてる技術で Apple は M1 チップを設計したと思うんですけれど、あれが確か ARM とか言うじゃないですか。きっと Windows もですねそういう風にあのそっちの省電力高性能の方面にきっと進化すると僕は思ってるんですね。なのでその BTO でモリモリにしたデスクトップのコスパはきっと最高で、おそらくその MacBook なんかよりも性能出せる、絶対出せると思うんですよ。ノートパソコンにあたってはですね、その省電力性能っていうのもかなり重要になりますし、きっとスペースが限られている分 ARM にした方が
絶対に、まあ、トータルの精度も上げやすいんじゃないかなって勝手に思っていて、もちろん用途になるんですけど、ヘビーな映像制作をやらない人に限ってはですね、もう間違いなく M1 で十分っていうのはもう間違いないんで、もう知れば知るほどその M1 が流行っていく、 M1 系の M2 とかね、あの流行っていくのはもう絶対これ事実なんで、おそらく Windows も対抗して何かしらの技術革新を持ってくるだろうと僕は思ってるんです。それが起きるまではちょっと Windows のノートはちょっと買わないでおこうかなって思いました。でこれ結論なんですけど、 M1 Pro なんですけど、これブライダルエンドロールやる人にめっちゃ向いてねみたいな話で、僕はブライダルの現場で、まあ、写真とか動画撮影とかエンドロールとかやったりするんですけど、来年度かな、次の4月からですね、まあ、ブライダル関係の案件もちょっと増えそうだなっていうところもあって、もともと写真とか撮影ばっかりやっていたんですけれど、まあ編集もできるようにした方がいいかなっていうところと、僕の機材でね、オペレーター連れて2人チームでやったりとかすることも増えそうなんで、まあ、それのもあって M1 Pro を導入しました。はい。でブライダルエンドロールだと、その、まあ、絶対的なその編集機としての性能っていうのは必要ではあるんですけれど、その、まあ、フルハイビジョンの素材とかでやっちゃったりするんで、基本的にはめちゃめちゃすごいパソコンである必要はないんですね。つまりノートパソコンでもいいし、なんなら M1 の Air でもできるかもしれないっていうラインの映像制作なんです。もちろんそのしっかりと構成を考えて、あのテンプレートに乗っ取らないですね、オリジナリティにあふれた映像を作っていこうという意識でやっていて、実際にそうやっているんですけど、まあ、素材に関しては、まあ、フルハイビジョンとか 4K でもまあ 30p ぐらいで、スポット的に使ったりするっていうのが、まあ、ほとんどなんですけれど、入出力のポートが、1個多いだけか、まあ、1通りだけなんですけれど、まあ、それでもですね、現場では非常に助かるポイントかなと思います。電源で塞がれ、 M1 Air だと電源で塞がれちゃうんで、まあ、実質1つしか使えないというところもあるので、まあ、そういう意味ではマグセーフとプラス USB-C が3つあるっていうのは助かるポイントかなと思います。でブライダル現場どれくらいのですねデスクサイズで仕事をできるかっていうのも本当にわからないので、まあ、そういう意味でもですね、あの14インチよりも16インチよりも14インチを選んだっていうところもありますね。はい、これが僕が M1 Pro、MacBook Pro を購入した理由になります。はい、次の動画はですね、開封動画になると思います。6K で撮影しようと思います。ぜひご覧になってください。お疲れ様です。